クローバー食べるの大変じゃない？クローバー食べるなぜクローバーをやってるかというとですね、もちろん好きだからやるんですけども、野生でね、食べてるのは本当はこういう枝についた葉っぱなんですけども、アカシアというね植物、トゲがいっぱいある植物なんですけど、それの葉っぱをね好んで、食べていると言われています。もちろんいろんなものを食べるんですけど、でそのアカシアという植物はですね、調べてもらえば分かるんですけど、マメ科の植物なのかな、マメ科に近い植物なのかな、植物性のタンパク質が、いっぱい入っている植物なんです。